ギターフロンティエへようこそーはいそういったわけでございましてさあ本日月曜日、ね、いつもの当店定休日なんですけどもこのように動画をですね撮っておきましたんで最後までゆっくり見ていってください。今日はですね 久しぶりですかね、えー。まだ売れてませんシリーズ。最近ね、やった、えー、動画で紹介したギターで、当然あの、毎回毎回全部が売れるわけないので、まだ売れてないのもありますので、もう一回紹介しますんで、軽くあの見ていってください。で、あの、時々ね、あのメールいただくんですけど、大体いい平日、通常ですと8時、夜8時に、まあ、動画アップするじゃないですか。で、まあ、欲しいってことでメール来るんですけども、 あの中にはね、当然あの、やっぱ早いもん順ですから、何度、過去何度もこう購入希望ってメールしてるんだけど、い,いつもこう買えないという方で、この間も結構あるんですよ、やっぱり難しいんですか、買うのはと。 いいう方時々いらっしゃるんですけどそんなこととはたたまままだと思いますですから今日これからご紹介しますけど全然問い合わせ来ない方もあるわけですよねたまたま人気があったりするともうバタバタっとそれこそあの8時にアップするじゃないですか過去ね最短記録8時2分っていうのがあったんであのメール記録残るじゃないですからあの多分その方パッと見てもバーッともう早回しして後半の金額だけ見てすぐ買いたいですみたいなねそういう人もいるんでしょうけども とということであのもちろん、今まで何度か何度かねメールで、えー、購入希望をメールしたんだけども、買えなかったということもい,いらっしゃると思いますけども、どうぞ懲りずにですね頑張ってまたチャレンジしてみてください、多分そんな、そんな、ね、恐ろしく競争率があるわけではないので、何度か頑張っていただければいいかと思います。そしてあの 8時って、もう基本的には決まってますので、平日は8時にアップしてますので、まあお仕事の関係もね、あるでしょうけど、まあ、ぴったりその時間に見れないという方もいらっしゃるんでしょうけども、よろしくお願いします、あとですね、どうしても、例えばこういうのが欲しいっていう場合は、あのまあ、予約っていうのは受けてないんですけども、時々電話いただければ、ちょうど今日何なんか入ってますかっていうことで、あのご案内もできますので、タイミングが良ければその視点で変えますのでね、まだですから当店のお客さんでも信用していただいて、 もう物を見てなくてもこういうのが入りましたよ、いくらですよ、状態はこんな感じですよって電話のそれだけでじゃあ、くださいという方もいらっしゃいますのでもしそれでよければ時々お電話くださいあとねあの、どうしても基本的にあの店舗を構えてやってますので電話もね、まあ、別に何時でもいいんですよ、11時から8時の間、あ7時か、今は7時ですよね、夜7時までなのであのできればね、一番空いている時間はやっぱり夕方かな。3時4 3時4時5時が一番もしかしたら暇かも午前中がねどうしても来客と電話殺到するんですよどういうわけかはいよろしくお願いしますじゃあ何本かね残ってるのありますからあの1本ずつちょっと軽くね紹介してあのその時前回やったあの動画は下にあの概要欄に貼っときますんで見てくださいそれじゃあこんな感じで残ってますんでどうぞ はは、い、それではまだ売れてませんシリーズ1本目はこちらでございますスタッフフォード国産ですよスタッフフォードの SAD1000、ね、エレアコですこちらもねいいギターで黒なんですけど状態いいんですよほら白いピックカードもまあまあ綺麗はいこちらも大変お安くなっておりますよろしくお願いしますさあそして国産が続きますよ出ました ゼマイティス A24SUNP これも程度抜群なんですよこれねどういうやつか全くもう全く1本もももメールこれやっぱゼマイティスタのやっぱりの黒とかさこのトップに全部この、ね、模様が入ってるやつの方がやっぱりハートとかあっちの方が人気なんでしょうけどこれはこれでいいギターだと思うんですけどねでお値段もお安いしでこういうとこもほら彫金というかさ すすごくよくよでできてるんですほらエスカッションのところもこれはね手に取っていただくとこのギターの素晴らしさ分かると思うんですよほらノブも全部これ削りアルミ削り出しでしょこれ多分、ね、これすごい金かかってると思うんですよねはいよろしくお願いしますさあそしてこれもねすぐ連絡くると思ったんですけど「なぜかおこない K や d RF90C カッターウェイ」のエレアコでオールタンドなんですよこれちょっと小ぶりで。 ね、これも人気だと思うんで、でエンジェルマークが素敵ですよ、ね、さあそしてこちらなぜかこれもずっとお問い合わせがないシフターのこのフロイドローズ EMG そしてこれ確かこれセットネックかシルーネックじゃないのだよねセットネックだねでも一見スルーネック風に見えるというねこのブラックボディでめちゃくちゃ豪華に感じですよね ななんとなくシェクターのちょっとしたまあギブソンという部分をカスタム的なデ、ね、スポールカスタム的なそんな感じがしますよブラックビルジージって感じしますねさあ同じく隣はシェクターのこれもね問い合わせがない超ヘビーサウンド7弦です7弦ってこの状態でさ3切符絶対安いと思うんだけどね1つ興味あったら連絡くださいお願いいたしますさあということで 1、えー、1, 2、3、4、5本か、今日少ないですね、えー、まだ売れてませんシリーズ、5本ございますので、ね、エレッキが3本、アコーギが2本ですけども、1つご興味ありましたら、よろしくお願いいたします。 はいいかがだったでしょうか、ね、みんなそれぞれ個性的に、ね、いいギターだと思いますんで、興味ありましたら、一つお問い合わせよろしくお願いいたします。さあ、ということで、昨日のね、の、えー「週刊ギターフロンティア」でもちらっとお話したんですけど、今頃、ね、き、え、ょ、ー、月曜日、お昼でしょ、今頃私は多分名古屋の近くに車で向かってますね、昨日言ったように。えー、ある中古車を まあ、買おうと思ってるんですけどもめちゃくちゃ古いんですよそれもえ13年落ちで走行11万キロ国産なんですけどなぜか <laughs> なぜかそれが欲しいなみたいなビビビッときたんですね、えー、マニュアルですから今時今時マニュアルでねいろいろ考えたらこの間のほらの車ぶつけられて、えー、バンパーをら塗装したんだけども色が合わなくてどうしようかなーっていろいろ考えたらちょうどもう。 車検だし6月、あと最近ほらちょこちょこあの出張買い取るとか行かしてもらってますので、えー、もうちょっと積載量がふ多くて、まあ、もちろんこの間みたいに30何本とかなれば当然あのボンゴとかね借りていくんですけども、まあ、十数本だったら自分の車で行った方がやっぱり経済的ですんでもうちょっと積載量があって。 でやっぱり冬ここ最近ね数年新潟も新潟市内そんな降らなかったんですけど結構ドカンドカンと降ったりなんかしてね大変なんでやっぱ 4WD ねそしてやっぱりちょっと僕も車好きですからちょっとマニアご心をねくすぐるようなエンジンが乗っていて、ね、そしてマニュアル車で検索してみたら1車種しかないんですよ、まあ、まあもっと、まあ、探せばあんだろうけど後期車とかね僕の買える範囲で中古車でお手軽な。 車車ととといいいえばあの車しかないわけでですよね <laughs> ということでその車をですね、まあ、確かに13年落ちで、えー、そこ11万キロなんで、まあ、ちょっと厳しいんですけど、まあ、もちろん買ってからそれ多少直して手直して、まあ、レストアまで行かないけども、まあ、ある程度ね例えばタイミングベルトもちろん交換しなきゃいけないし、まあ、ショックもね、まあ、当然ショックというかあのダンパーは交換ブッシュも交換かな。 ぐらいするとだいいいいいいいぶシャキッとととすすると思思ますしいろいろやっていきたいと思いますそしてあの、ね、いつも使ってますけどギターのケースなんかでも使ってます信越シ,シリコンなんかを使うとあの車の樹脂部分とかゴム部分とかめちゃくちゃ綺麗になったりねそういったものもねせっかくなので動画で撮って全然るあのギターと関係ないんですけどねあの結構ギターファンって車ファンバイクファン多いじゃないですか。 たまにそういったのも撮ろうかなと思ってそういった意味合いも考えるとちょっと思い切ってまあクラシックカーまではもちろん行きませんけども13年落ち絶妙に面白い車なんでぜひそれをちょっとね購入していじりながらそして仕事でも使えてっていうのをやってみようかなと思ってますんでえ今向かってますということで今はね多分名古屋近郊にいるんですよね近々その模様もですね動画撮って、え。ー たぶん「週刊ギターフロンテ」で公開するかなやりますんで見てやってくださいはい。ということで今日もですね最後まで見ていただきましてありがとうございました。